MPB、MLB にはいけない程度の半一流を育てれば勝てることが判明してしまう。吉田みたいなのを育てちゃうといなくなっちゃうからね。一理あるあくまでも一理だが。日ハムとかいうメジャー球界に軍レベル化のクソ雑魚球団。両極端すぎる。吉田はともかく近年の活躍した高卒見てみほぼメジャー行ってるから。阪神でメジャー行きそうなのマジでおらんな。藤浪に触発されて佐伯あたりが行きたいって言い出しそうなぐらいか。じゃあチュニドラはなんで勝てないんや。半一流がどこにいるんですかね。これも流出面も考えたら大卒で固めた方がええやろ。特に投手。阪神って MLB 挑戦を期待させるようなスケールの大きい選手が出てこないよな。まあ藤浪がそうなるはずで結局渡米してることはしてるけども、高卒の超一流なんてほぼ確定でアメリカ行くんやし、取らなくてええな。甲子園のヒーロー取らないと集客に苦労するチームは大変だよ。MLB に行ける実力はない。リーグ最上位程度の野手と投手をそれぞれ3、4人育てるだけで優勝できる。高校生指名する球団、全員バカです。阪神みたいに大車即戦力だけ取ってやい。阪神はドラ1で高卒指名しまくりやんけ。くじ外しまくっとるだけで。即戦力なのにさらに成長もするし、コスパええわ。今年の広島に聖夜がいても阪神に届くかどうかわからんし、横浜の外のところに筒香が入ったとして2止まりやろ。まあ前剣もいたら届くやろ。怪我してない前提やけど。なんでメジャー行く前に優勝しないんや。 J リーグと同じ現象。阪神って主力みんな若いし、戦力流出とかも考えにくいからしばらく強さ続きそうよな。高卒の怪物育てるリスクでかすぎ。大卒でも吉田クラスになるとメジャー行っちゃうから加減が難しいな。それならロッテが5連覇くらいしてなきゃおかしい。阪神とかまさにそれ。近藤をメジャーに行かない程度の一流選手に育てたのに出て行かれたんですが、一般社会だって海外でバリバリやれる有能はどんどん海外に出てるからな。多分万波もメジャーに行かない程度の一流選手になって出ていく。万波好きだから応援するけどさ。口で言うのは簡単やけど、そんな都合よくちょうどいい塩梅の選手育てられたら苦労せんやろ。